こんにちは。今日の切り抜きニュースは、こちらとしたら党を潰さない、いわゆる解散させない、解党させないというお約束をいただけるのであれば、党の資料も当然向こうが求めている党の会計帳簿などなど、まあ、雇用契約すべてのものを私原本でお渡ししますということで、和解条件を出してるんですけども、まだ今のところですね、お返事をいただいていない。まあ、全然難しい条件じゃなくて、債権者をお守りするために、まあ、潰してしまうと、要は政党助成金が5年間何もしなくても入ってくる、まあ、申請だけすれば入ってくるんですが、潰してしまうとですね、これからもらえる16近い政党助成金がもらえなくなるっていう、それを心配してるだけなので、もう帳簿が欲しいということであれば党を潰さないというお約束いただければ、もう争わずに帳簿を渡しするということを申し上げてるんですが、それに対しての回答が今のところないというようなところで、まあご存知の通り、お金でやってる、王さんはお金でやってるわけでもなく、党を運営したいと思ってるわけでもなく、まあ、本人もはっきりと言ってる、ただ僕に嫌がらせをしたいというだけのことのようなので、まあ、そこについてはそういう考えである以上はこちらとしてもどうしようもできないっていう、僕がもし土下座したらいいんだったら土下座もしますし、何か条件があるんだったら条件飲むんですけど、帳簿を見せてくれって言ってどうぞって言っても来ないしっていうところで、こちらとしては結構待ってるんじゃなくて、対話と圧力っていうことでですね、できる限りのことをすると、いわゆる大津さんの判断でお金が使えないようにするとか、党を潰せないようにするっていうのが目的の民事再生になりますので、決して国政政党政治家女子法廷等の代表者が、我々はこれからも継続して斉藤健一郎であるということを主張していきます。ただとにかく王さんとしたら、代表権が戻ってこないなら、最後それこそ僕が一番嫌がるのは、僕は何でもいいんですよ、破産しようが刑務所行こうが。でも僕が一番大事にしているのは債権者の方々のお金なんで、じゃあそこを潰してやれっていう、もう悪魔のような人ですよね。でその悪魔のような人がいくら理屈を言おうが犯罪だって言おうが、それはもうどうしようもできないので、だからこちらとしたら法律の手続きにのっとってやってると。でもちろん5月10日に行った党の総会というのは有効なもので、斉藤君が代表者であるというのはもうその通りで、我々はこれからもその主張をしていこうと思うんですが、まあ、残念ながらその手続きまでに時間がかかるので、その時間の間に変なことっていうか、やる党を潰されることされるのだけは止めようとしてるだけなんですね。まあ民事再生って何かっていうと、簡単に言えば大津さんにその財産の処分権を取り上げるってことで、それは裁判所が指定した犯罪に、あるいは監督員にそのやらせることによって、大津さんのそういう自爆みたいな、嫌がらせの自爆を止めると。でもちろんそれをやっても、破産法のいわゆる財産の、いわゆるなんていう表現だったかな、いわゆる、まあ、財産を潰してしまうというか、不当に債権者に損を負わせるっていうことは犯罪になると我々は認識しているので、ただ犯罪になるって脅しても分からない子だと思うんで、もういずれにしてもそこはこちらとしたら回答される可能性をゼロに近いところに持っていくしかない、まあ、そのためのお金と活動はしていると、うん、だからもうその知的レベルはもうだからそのレベルなんでしょう。だから別に大津さんに理解してもらおうと今してるっていうよりも、大津さんをまあ応援している弁護士さんの方にね、これやっぱり我々としたら債権者を守りたいだけでね、これずっと斉藤君も言ってる通りでね、別に代表権はどうしても大津さんがやりたいということであれば、もうどうぞやってくださいなんですよ。ただ債権者にご迷惑をおかけすることだけはやめましょう。だからそこは一緒に債権者に対して安心してもらうための債権者説明会にも出てほしいですし、そこについては普通に真摯にやってほしい。それはもう王さんが理解できなくても、弁護士さんはさすがにそれは理解していただけるんではないかな、まあ、そういう形でですね、まあ、やっていくしかないですし、まあ、僕は王さんの方からなんか条件があるんだったらもう基本的には飲もうと思ってるんですけど、条件が出てこないので、まあ、ちょっともう何ともしようがない。ありがとうございます。大津彩香は相変わらず言ってることとやってることが真逆です。ここまで何が起きてるか理解できない人がいるとは驚きです。見ていて本当に不愉快だし、目の前からいなくなってほしいです。それではご視聴ありがとうございました。はい、ということでメイクロックの大津彩香です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。